ケラトプス科はトリケラトプスやスティラコサウルスなどを含む就職党暗黙の恐竜の分類群。以前は北アメリカ原産と考えられていたが、近年では中国や鹿児島県の下古式島からも発見されている。基地の種は全て四足歩行の草食動物であった。また生息は白亜紀後期の北アメリカと東アジアに限定される。口と服コンバによって特徴づけられ。 角とフリルを備える。グループは2つの赤に分割される。ケラトプス赤あるいはカスモサウルス赤は長い三角形のフリル及び発達したウエガン価格によって一般に特徴を付けられる。セントロサウルス赤は発達した微角か花のコブより短くより多くの方ッドを備えた長方形のフリルなどの特徴を持っていた。これらの装飾は著しい変化を示し、 様々な種を認識する主要な手段であるが、用途は明らかではない。捕食動物に対する防御は考えられる用途の一つである。ただしフリルは多くの種において非常に脆弱である。現代の夕日詰め動物のように、それらがディスプレイ、あるいはオス同士の格闘のために使用される第二次成長であったという説は、より有力である。 パキリノサウルス及びアケローサウルスの頭骨状の厚いコブは、それらが頭で突進した可能性を示唆し、原生の蛇行牛の角に似ている。セントロサウルス赤は、ほとんど一種だけで構成されたボーンベッドという形で頻繁に見つかることから、それらが大きな群に生きていたと考えられる。一方カスモサウルス赤は、一個体分の化石が単体で発見されることや、 足跡などから考えて一生の大半を単独で生きていたらしい。ありがとうございます。